こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。さて、本日はログインボーナスですね。収穫でーす。ガチャでーす。デイリーガチャです。ダッシャゴーゴー。もうちょっとですね。あ、これで、ガチャが引ける。SH ガシャが引ける。と思ったけど、金のひひん丸像でした。さっき一瞬映ってたんですが、ロンシャの名馬ガチャっていうのがありますね。一回引いてみましょう。ねえねえ、さてと、前回、イザベス女王杯を勝つことができました。パチパチパチ。ということで、WBC とはなりません。有馬記念に行きたいと思います。ですね、調教をやっておりまして、残り3周の状態です。おや？なんか今。ねえねえ。気合い十分だね。調子を回復させないといけないのか。小さい体だけをコンパクトにまとまっているよということで、有馬記念、成田ブライアン、シアマゾ、きついですね。竹豊が空いているので、それを乗せたいと思います。お、調子が落ちた。千人参ですね、ここは。ベスト体重ですね、434kg は。この体重で、頑張っていきましょう。状態はいい。今回は大根だ。成長促進、疲労回復をやってくれる。これを使ったらですよね。はい、これで有馬ですが、その前にクエスト達成です。さあ、レースです。何番人気かな。おーっと、 1.2 倍、圧倒的な1番人気。いよいよ本格化かな。ツインターボが逃げ切ったりするような、ですからね、要警戒です。よ
島ソブリンか黒三角は、まあ、ほぼ一騎打ちムードですね。これがナイタブライアンです。迫力あるや。3歳の時のナイタブライアンですよね。さあ、多分1994年の有馬記念。さあ、スタートも鍵だ。いやいや、よくなかったかな。やはりツインターボが先頭に行きました。マチカネアレグロ。さすがライシャワーですね。その後ろから桜千歳を12番ナイスネイチャー、思い思いの声援が飛ぶ1周目のホームストレッチ、ヤシマソブリンがそのうちにいます。1番後ろに2番シャマゾンは最高峰ですね。先頭大逃げです。ツインターボ大きくリード、縦長になってまいります。でもそんな早く展開じゃないんですよね。まあ雨降ってますが、ネハイシーザーもいるんです。距離は長いですけどね。いい位置には見えます。直線は短いですかね。ある程度前に行っときたいところ。シャマゾンポツンですが大丈夫か。まだ大きくツインターボがリードしている。なんかこのまま逃げ切ってしまうかもしれないぞ。さあ中を割ってきた。しかしナイタブライアンの方がいい勢いがあるが、おっと一気に捕まえていく2頭で、アイルトンシンボリだ。そしてさあこれはリードして1着でゴール。いやーすごい。ここまで本格化しました。有馬記念、刀アバンシ、ナイタブライアンを破りました。700枚獲得。見事なレースでした。さあこれでですね、有馬も取ることができまして、3連勝です。今後が楽しみになってまいりました。みくじはダメでしたけどね。はい、非常に気持ちを良くして、次に挑みたいと思います。次はちょっと考えたいですね。 WBC 出すか、別の G1 に出すか、ドバイもありますからね。そのあたりを狙ってみたいと思います。
はい。もしお気に入りになった方はチャンネル登録お願いします。動画アップされている方、よろしければコメント欄で何人目か書いていただければですね、いいことあるかもしれません。よろしくお願いします。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを流れます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。